今日は北方領土の日です。下田市ではロシアとの交流が始まった場所で世界の問題について考えてもらおうと小学生が史跡をめぐるウォーキングが行われました。今日は北方四島を日本の領土とする条約がロシアとの間で結ばれたことにちなんだ北方領土の日です。日本とロシアの交流が始まった場所として知られる下田市では小学生に世界の問題や地元の歴史について知ってもらおうと史跡を歩いて巡るイベントが行われました。伊能沢小6年のおよそ30人は日露通行条約の交渉の場となった玉泉寺で開会式に参加しました。世界を見渡しながらローカルの下田のことも考えようというそういう子どもたちを育てたい皆さんのことです。小学生たちはロシア人墓地やロシアの港町の名前から名付けられたクロンシュタット広場などを巡りました。やっぱそういう争い事とかをしないように日本がいろいろなことに取り組んでロシアとの関係を良くして北方領土とかそういう問題をなくしていきたいと思います。なるほど。